はい、こんばんは。えー、これ、高校に、ね、えっ、ー、と、2015年度の1月、公認神経模試です。2015年度1月、公認神経模試。えっ、ー、と、生徒から質問された問題ですけど。この確率の問題ですね。えっ、ー、と、まあそんなに難しくないですけど、ちょっと3番がめんどくさいかな。ただめんどくさいっていうだけで、計算は、その考え方はそんなに難しくないです。 使う数字もそんななに多いいわけじゃないので,です、ね、いきます A、B の2チームが毎日1回ずつ試合を行い、先に3勝した方が優勝として試合を終了すると、ただし各試合において引き分けはないものとすると、勝ちか負けということですねで1日。1日目の試合で A が勝つ確率と B が勝つ確率はともに2分の1 A が勝った翌日に B が勝つ確率と、B が勝った翌日に A が勝つ確率はともに3分の2 A が勝った翌日にも A が勝つ確率と B が勝った翌日にも B が勝つ確率はともに3分の1。これ面くさいですね。<laughs> 1、3日目で A が優勝する確率。2、4日目で A が優勝する確率。3、1日目で A が勝ち。5日目で A が優勝する確率。で、また 1, 1日目で A が勝ち。A が優勝する確率を求めようはい、じゃ行きましょう。えっ、ー、と、まず1番。A が要は3連勝だったらいいだけなんで。 2分の1かけ次が3分の1ですね連チャンで勝ったら3分の1また連チャンで勝ったら3分の1だから18分の1で次2番えっ、ー、と A が勝ちが丸 B が勝ちがペケとするとまあ、もしくは B があの A が負けてもいいですよただ丸○ペケ丸でくるか丸ペケ丸○でくるかペケ丸○ですねつまり丸が3つあればいいだけやからですね A が3つ勝ってばいいんだから じゃあ、これの確率は2分の1かけ3分の1かけ3分の2かけ3分の2と。これは2分の1かけ3分の2かけ3分の2かけ3分の1と。これの場合は2分の1かけ3分の2かけ3分の1かけ3分の1。じゃあ、この1、2、3を足してください。回答は27分の5と。いいですかね。A が勝ち、B が、B が勝った場合はペケっていうふうに表すと、こう表すしかないと。3つ足してください。 3番目。えっ、ー、と、今度1日目は絶対 A, A、だから A が丸なんですよ。さっきのと同じで言うと。A が必ず丸で、5日目で、えっ、ー、と、だから5日目も丸なんですよ。A が勝ち。ということは残りは、要は3つ勝っちゃいいんだから、丸○ペケペケ丸か、丸ペケ丸ペケ丸か、丸ペケペケ丸丸この3つの確率、3つしかないので、この確率を足します。まず丸ペペケペケ丸は 二分の一かけ三分の一かけ三分の二かけ三分の一かけ三分の二と。○ペケ○ペケ○は二分の一かけ三分の二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 かけと。これは五と。で、○ペケペケ○○は二分の一かけ三分の二かけ三分の一かけ三分の二かけ三分の一。以上、四五六を足してください。答え二十七分の四と。で、次はめんどくさくて、これね、要はね、 一日目で A が勝って、三日目で A が優勝する場合と、一日目で A が勝ち、四日目で A が優勝する場合。で、一日目で A が勝ち、五日目で A が優勝する確率。その三つ足しましょう。まず、一日目で A が勝ち、三日目で A が優勝。これ一番の回答ですね。18分の1。次。一日目で A が勝ち、四日目で A が優勝ってのは、〇〇ま〇でくるか、〇る〇〇。それぞれ、えっと、二分の一かけ三分の一かけ三分の二かけ三分の二と、 これの場合は、2分の1かけ3分の2かけ3分の2かけ3分の1。じゃあ7、8を足してください。27分の4と。4日目で優勝する確率がですね。で、今度、1日目で A が勝ち、5日目で A が優勝するのは、えっと、さっきの27分の4ですね。あの、えっと、その3番の1個目の回答。27分の4。ということは、以上足してください。えっと、以上より、18分の1足す27分の4足す27分の4と。 いいですかね。これは回答です。あごめんなさい。で答えが54分の19これは解答です。54分の19これは回答です。54分の19いいですかね。だからこの3つ足すんですよ。この3つを。下線引っ張ったこの確率この確率この確率この3つと足してください。回答はえっ、ー、と54分の19はい。じゃあ以上です。